せーの、恋愛節こんにちは,こ,んにちはこの番組は恋愛作家の店長とギジレイの先生 さらに不安なので石坂さんにも助けてもらいながらお届けします。最後までお付き合いください。はい。えっと今週の放送がえっと三十三回目ですね。はい。放送というか収録なんですけどね。で前回の収録から中三日ぐらいですか。流れてるのは放送だけど。あの気分は収録気分でやってるんでね。いやどうこんなのね。えっとでちょっと先週であの。 オープニングで嫌いになる方法とはっていうのをちょっとまあなんかちょっと言いかけてたねそう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 。ちょっと思ってでまあ今日シナリオを作りながら嫌いになる方法ってなんだろうなって自分なりに店長なりに考えてみましたでなんかあのなんだろう例えばですけどこの今までなんていうんですかねこの接点がある状態でいつもなんか自分と会う時につけていたものをパッと つけなくなると、あ、なんかこれ冷めるかな、<ー>冷めるかなっていうか、<ー>あ、諦めよって思うかなあ。なんかプレゼントであげたやつとか、つけてたやつを。そう,そう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 。 なんかそういう意味。ちょっとびっくりなんだよ。まあ、まお母さんから。あ、お母さんからね。ご飯食べるね。ってカレーがいいな、カレーがな。もうちょっとお腹が空いてきたよ。ちょっと。させ。なんかね、そういうのを考える。なんか、まあ、嫌いになる方法って、単純になんか避けられたりとか、愛嬌をなくされると。 ね、一番分かりやすいんだけどはい、はい、他で何かあるかなって考えたときに、うん、なんかパッて思いついたのがなんかいつもね、うん、会うときに身につけてたものをパッてしなくなるとかね、うん、とかなんかそういうのをやられると これはなんかもう諦めた方がいいんじゃないかなって思うんじゃないかなっていうのを確かにな合図的な感じでそうそうそう分かりやすい場合ってことだよね言わなくてもそれだったら察することできるんじゃないみたいな相手からのちょっとした合図って気づくからまあどうだろうなまあ分かんないけど一応何か具体的に時計とかそういうのだったら分かりやすいよね時計とかで例えば携帯での待ち受け をなんか自分の顔が半分映ってる待ち受けにしててそれが待ち受けが変わってたりしたらなんかあれでしょうね、うん、携帯見るかんだろうなんかこういうなんかちょっと小さな変化だけどでもなんかちょっと自分に携わるものがその人から消えているとあなんだろうちょっと諦めないといけないのかなみたいなねなるのかなって思って。

過去のこと、うん、あんまあ、まあいいや、この話膨らましてもしゃあないからな。なんか今話聞いてる、そういうのあったからって、自分で思い返すけど、うん、なんか、うん。気づかなかったかもしれないね。俺だから、思い当たる節がないな。気がする、うん、なんか、そういうのがあって。 ようななかったようなって思ってこれをちょっとさりげなくされるとと思ったけどちょっと時間がないんで省略しましょうねいいっすか大丈夫ですよねお願いしますそんなになんか深く掘り下げるような内容でもないんではいじゃあいつも通り戻していきますねちょっと髪髪で受けます大丈夫あいきますえっとこの番組は毎週土曜の四時半から五時までの三十分番組です。 実際は収録放送のためリスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承ください。はい、ただしネタがなくなり次第ツイキャスを取り入れてメッセージは拾いません。 嘘だよ <laughs> 優しいな <laughs> ちゃんと拾うよ <laughs> らしいよはい。<laughs> 番組の内容としてはリスナー参加型となっており、はい、恋がしたくなるコーナーをメインとし皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思っていますこれできてるかな <laughs> そしていつかたくさんのメールが届きすぎてどれを読むか迷う番組を夢見ています、はい、なので皆さんからたくさんのメッセージをお待ちしております メールアドレスは七九七アットマーク fm ギノワンドットコムまで送ってちょうだいなんですけど、CM 入るけどいい？はい、なんかある？<laughs> ないです。ない。<laughs> はい、東京 CM です。軽自動車の時代。長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか。長浜モーター、ギノワン中古車街道ど真ん中。黄色い建物が目印。軽自動車のスーパー。長浜モーター。 続いては、メインコーナー恋の妄想あれ大人ってますよね <laughs> <laughs> あ、なってないっす <laughs> あ、すいませんあ<ー>気にしないでい、ね、<laughs> 横で さささささ、何やってんのかなと思ってびっくりしましたよ。<laughs> 靴で言おうかこれでならそうかちょっと悩んだんですけどね。<laughs> ちょっと場所を工夫しようとね。失敗しました。すみません。<laughs> ありがとうございます。あじゃあ早速入りますよ。はいお願いします。<laughs> このコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題とし、はい、我々二人がお題に対して答えていきます。はい、その後答えた内容を石坂さんに選んでもらい、良かった点、悪かった点について議論し、恋愛武士へ出世してもらうコーナー。 ですはい。 ただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります。廃止となります。バージョン変えなよな。メール持ってますよ。あまメールはほぼほぼ来ないからね。いいんですけど、まあせめてねあのスペシャルの時ね。そうよね。スペシャルとかでみんな送ってくれたら。ちょっと盛り上がるんで。長文もちょっと読むの大変だわから、短い文章でね。ちょいちょい送ってくれればね。このハグで壊れとか。お休みとかね。クレームばっかり。そうそうそう。 <laughs> そういうののがいいいんだだけど <laughs> まだ喋るとつも喋ってるからねえ <laughs> っ <laughs> とちょっと脱線しすぎなんで元に戻しましょうね <laughs>、はい、えっと月間3月のプチコーナー、はい、春バージョンですね、はい、えっとデートの誘い文句とはなんですけど、はい、プチコーナー何かあります、うん、<laughs> デートの誘い文句 考えてなかったし、先週なんて言ったかも覚えてない。先週そっちが行ったのは、美味しいご飯屋さんがあるから、そこ行かないでしょあ、お店見つけたから行こう。同じのは使うなよ。そうだね。今同じの言おうとしてた。同じの使わさないように、俺は今あえて言ったんだからね。デそう誘い文句は。で、店長決まってる、店長は。で、俺なんだろうな。何がいいかな。デート誘い文句ね。デートの誘い文句。 うん <laughs> 何もないんだよな、ね、一応な、まあ。誘 <laughs> 文句はあんまりデートに誘ったことがないな<ー>。<laughs> でもデートに誘い文句だから、ね、なんだろう、今はるか。うん、まあ、時期的で、まあ、ないだけど、桜見に行こうとか。そうだよな、なそんな感じではずね。うん、俺は じゃあ海開き一緒に行こうかな。あのこのコーナー必要か。ブチコーナー廃止にしますね。ちょっとこれで一応俺らのねあのなんて言うんだろう緊張感っていうの。そういうの一応高めないといけないさ。あちょっとデモンストレーション的な。もうあのいつも流れでやってるとね。なってるか。一応でもちょっとあるでしょ。あどうしよう何言おうかなって緊張感を湧くでしょ。そうすね。これでも。 ちょっとお題が難しいよな誘い文句って言われてもななんだろうな一応次週ちゃんと考えてみますそうだなあわよくば手繋いでみたいから一緒に歩かないですか前回も歩かないですかって言ったらちょっとかぶるんだけどねやっぱそんな感じになるよねちょっとグダグダになるよねなんかなでもな近くにいてほしいから結局デートって誘うからね だそれをもうちょっとなん,かなんていうかな崩した言葉で可愛く表現できればなみたいなのがあるんだけど<ー>もっとお話ししたいみたいなのはどうですか、うん、<laughs> めっちゃ漠然としてるけど<ー>例えば会話してて、うん、その後もうちょっと喋りたいから今度一緒にお茶行きませんかみたいなああ<ー>結構自然ですよね、うん、まあ別にあのスキーとかじゃなくて友達としてみたいな、うん、女性も行きやすいですよねそれだったら。 なんかよ、うん、おーっていうのが欲しいんだよ、ね、<laughs> ちょっとなんかありきたり感があるさで、ね、だからなんかお、うん、あここを攻めてくるんだみたいなのをポ<ー>って言えるようなコーナーにしようってもともとは思ったんよ、うん、あこんなガチなやつじゃなくて<ー> <laughs> でもなんかねちょっと路線がずれすぎてから最近適当さねこれすら考えてないっていうねはいえっとじゃあ何なの最近でもじっくり考えたことあるえ30分くらいはでしょ30分くらいでしょはいじゃあいくよじゃあコーナー戻しましょうね今日んかグダグなあえっと第2章なんですけど第2章絶賛あの おしゃべ第二章はですね「<laughs> うん、誘惑と別れ」で先週がですねはい、はい、まああのバカな主人公が、うんまあ、明美さんのお家まで行って、うん、で、まあ、日が昇ったのを気づいて、うん、あそろそろ帰らないとっていう中で。うん まあそのままそばにいてでまあ我々の回答はどちらも一応帰りましたね。本当は痛いですけどね。男としては。男といるはずけど。ますよね。ですよね。まあでもこれはねあのラジオ上ね帰るっていう設定にしましたんで。でそっからの続きですね今日は。はい。じゃあ早速あ今日のお題なんですけど。はい。魔性のさようならメールですね。今日のお題はなんとなくそんな感じかなみたいなね。はい。えっと読んでいこうね。はい。甘い誘惑の そのままそばにいてを命からがら逃げ切れた僕はほっとしたようなやっぱり明美さんのそばにいたいような複雑な気持ちで帰り道を歩いていましたそんなバカな僕は彼女のことなんて頭にみじ頭にじんもなくただ別れ間際の顔ばかりを浮かべ <laughs> 顔ばかりが浮かんで消えませんでした。りやっぱ今日調子悪いな。<laughs> はい、すみません。えー、っとちょっと <laughs> 元に戻していこうね。伊豆さんに読んでもらおう。大丈夫大丈夫。<laughs> ここはなんか自分で読みたい、ね。はい、読んでいきましょうね、はい、はい、お願いします。なんとか無事に家に着いた僕は眠りにつけず、ぼーっと昨日の甘い時間を思い返していました。すると突然明美さんからメールが届きました。内容、昨日は素敵な時間ありがとう。それと遅くまで付き合わせてごめんね。 久しぶりに男性に甘えてみたけどやっぱり心地いいね少しの時間だったけど本当に楽しかったよ昨日のことは忘れてねバイバイメールを読んだ後、うん、僕はもう明美さんに会えないような気がして寂しくなりました僕は涙を流しながらメールを打つことにしましたではあなたは魔性の猫かっこ明美さんにどんなメールを打ってつなぎ止めますかまた 彼女をどこまで放っとくつもりですか？完全に彼女の事頭がないよね。<laughs> <laughs> まだで <laughs> おいそこの二人よ <laughs> 汚れたか <laughs> 男心を代弁してみろ。<laughs> まだいませ <laughs> ちょっと途中で挟むのやめてもらって。漢字が分からなくなるでしょ。<laughs> 今乗ってたのに。はい、ええー、と一応まあ、はい、こんな感じなんですけど内容がですね。はい。はい、でまあ、うん、今回のちょっとニュアンス的には、うん、なんかアケさんもなんていうかな、うん、まんざらじゃない。 まあ、主人公のことをまんざらじゃない。うん、でも、なんとなく、なんか恋人にはなっていけないだろうな。っていうのを、うっすら明美さんも思って、うん。 今だからこそ浅い関係だからこそここでちゃんと断ち切っとこうみたいなね、うん、あもうアケミさんはもうここで終わろうっていうそ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 う<ー>そういうニュアンスのメールを送られてきて、うん、あなたはどういうふうにつなぎ止めますかっていうね、うん、その文章をちょっと作ってきてなんですけど、うん、ちょっと若干前回のエンディングと言ってることが違うんですけど一応これでいきたいんですよね。どうなんなですす誰かでいきます あ、じゃ、あ自分からいきます。あ、じゃ、なんだろうな。まあ、まあ、いいですよ。いや、そのふりかなと思って。じゃ、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 先生の方うが言ってもらいましょうね。はい、じゃ、あお願いします。これ、これ、急に読め。あ、もう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 、あの、文章を打って、打って。うん、まあ、いいや、メールを打ってるような感じでね。メールの内容を読み上げるような。そう、そう、そう。心の声みたいなね。はい、はい、お願いします。あ、じゃ、あいきます。あけみさん、ちょっと待って。僕たちも会えなくなるの。 昨日明あけみさんと一緒に過ごした時間は、もう忘れたくても忘れられ,られないものになっているから、僕はもう一度会いたい。以上ですー <laughs> メールがあんま長くないほうがいいかな、まあまあね、で、結構シンプルにしたほうがいいかなっていう。うんうん 俺と一緒で、そっちも噛んだね今ね。噛んだね。噛んだね。俺結構長い文章読みながら噛んだけど、そっち短い文章で噛んだね今。今日ダメだね。やっぱなんか調子が悪いんだですね。前でもドラムドラムルも噛んだね。ダメだ。ダはい、えっと補足あります？補足はですね、まあ一応今言ったんすけど、ちょっとシンプル。まあメールだから読み長文でだらだら来ても読みにくいかなっていうのもあって。 ちょっと短めでで一応明美さんは切ろうとしてるけどもうこれを自分は切りたくないっていう気持ちを伝えるために僕はもう一度会いたいって最後に、ね、締めてるような感じですねニュアンスは多分一緒だね,ねもう忘れられないよみたいな、うん カッコ彼女いるけどみたいなね <laughs> まあそこはまだ口に出してないけどみたいなね <laughs> そういうところあるんですけどそこがちょっと男のずるところなんでしょうね何かわからないけどはいじゃあ,ありがとうございますじゃあ店長行きましょうねはいお願いします店長はちょっと今日はバックナンバー風に書いてみましたまあでもなんかそれニュアンスがどうなんだろうバックナンバー風なのかどうかわかんないんですけどじゃあ早速読んでいきましょうねはいお願いします 気持ちのこもったメールありがとうございます。自分も時間を忘れるぐらい楽しかったです。でも、昨日のことは忘れてね、バイバイは受け取れません。なぜなら、また会いたい自分がここにいるからです。今はあけみさんに似合わない男だけど、いつか似合う男になるその日までバイバイは禁止にしてください。なんか辛いので今会いたいです。にしてみました。 <laughs> <laughs> なんだろう、うん、あの似合うとか似合わない男とかっていうのはちょっとねバックナンバー風にちょっと仕上げてもうん、今回ちょっとタイプ分かれましたねちょっとあれだねあの後ろ髪引かれるような感じで言ってるようなニュアンス的にちょっと締めっぽく。 感じになってるね最後がなんかねちょっと後ろ髪を引かれるような感じでなんか辛いんでっていう言葉をちょっと乗っけてその後に自分の今の素直な気持ちを入れるとちょっと相手もあ、なんだろうなんかほっとけないなって感じになるかなと思ってちょっとずるいんですけどねさすがだねもう主人公もクズだからね彼女いるのにようこんなねぶてるなみたいなね ちょっとね、あの、まあもう、辞書はもう、そうですね、キラキラ追ってるところあるんですけど、でもね、なんかね、ちょっと女性から、なんかそう、なんていうかな、終わりのなんだろう、言葉とか、メールとかって、意外になんか、さるもの、追いたくなるよね、男の人、人間のてまずそこで分かれるんじゃない、人それぞれなるんじゃない。あもう ダメかなって思ってそこでパッてもう自分も断ち切る人もいるだろうし<ー>、うん、俺追いたくなるんだよな超追いたくなるんだよなうん一応で,でもこれぐらいの関係、まあ、1回しかまだね会ってないような関係だったらもうちょっと食い下がるかもしれないね,ね結構付き合ってたりとかもう結構深い関係でこうやられるとあんまり簡単には食い下がれないかなっていう。うんでな、うん あれだよねなんかこの物とかでこれ買おうと思って売り切れてたらめっちゃ欲しくなるさね。うんうん、ないって分かればもうね,なん,かねなんかもう相当欲しくなっちゃう最、ん、初そうでもなかったのにた、うん、どうやってか手に入れられないかって考えてしまうさ、ねうんうん、俺の中でなんかこんな感じなんだよねなんかバッサリ切られたら なんか置いたくなるみたいなめっちゃなんかそれがあってまあこれも昔から生まれて二歳ぐらいからもうこれついてるんだけど身についてる覚えてるんだここだけうねあの6歳ぐらいからしか記憶ないけどどんなですよ石坂さん逆になんか男の人からこうなんていうんですかバッサリもう会わない子って言われたらそのまま食い下がる方ですそれともうなんか 追っかけたくなる方ですか。一旦引くのかな。一旦引くかもしれない。ああ<ー>、一旦引きそれがもしまあ、長く付き合ってるとかいう深い関係だったらちょっと食い下がるかもしれないですけど、<ー>基本は一旦飲み込む、とりあえず飲み込む。ちょっと自分で考えてみるみたいな。はい、ちょっと考えるかな。でもなんか追いたくなりますよね。 さっきの欲しいものが売り切れてた時の話はすごい共感しましたでも人も多分あれですかねいざ遠ざかってしまったらやっぱいいとこばっかりどんどん浮かんじゃうのはあるかもしれないですよね。ですよね。だからんか例えるならんか今まで自分のことを好き好きしてくれたけど別にいい人見つけて自分はこの人のところに行こうってなったら人に取られるさよね。 そういう時にも、なんか、なんだろう、あ、なっちゃったな。<laughs> なんか喋りすぎたな。<laughs> まあいいや、ええー、とー、何、うん、だったっけ。ええー、とー、うん、とりあえず評価してもらえる <laughs>。そうだね、うん、一応、ジャッジ、あれだね。<laughs> まだしてなかったね <laughs> と。とりあえず評価してもらいましょうか。<laughs> で、えっ、ー、とー、うん、今日の、選んでもらう目線なんですけど。はい まあ石坂さん、ちょっと大変申し訳ないんですけど、アケミさん目線で、アケミさん目線で、なんだろう、まあ、あの彼女だったら、もう答え決まってるからね、<laughs> どっちもだめっすよね、だ <laughs> めっすね、<laughs> それじゃちょっとね,<う>あのね、どっちもって言われると嫌なんでと方を選んでほしいっていう意味で、アケミさん目線で、な、うんだろう、まあ、今後も、アケミさんはもう、こっちで関係終わらそうと思ったけど、うん、言われて。 どっちの方が心動くかってこと今後も一応やっぱつながっていようかなって思えるのはどっちっていうね今の内容でねその目線でちょっと見てもらいたいなと思うんですけどどうですか大丈夫ですか大丈夫ですかはいじゃあいつも通りダラダラダを流してもらいます噛むと思って言わなかったら違うよはいお願いしますじゃあドラムロール鳴らします 先生。ああ。これ輩連敗中だか今回じゃちょっとタイプ分かれましたよ、ね。情報、はい、タイプ分かれて、あのー、やっぱ先生の方がダイレクトに一応言ってたじゃないですか。ちょっとシンプルめで。はいシンプルめで<ー>シンプルなのが。 店長の,以上このやちょっと優しさを混ぜつつ、うん、ああちょっとなんかまあっはっきり言えば周りくどい,いんだよって今石坂さんの目線でそうだろうなってな周りくどい,いし、ね、ちょっと駆け引きしてる感もあるしな <laughs> ちょっと駆け引きがちょっと見える感じが <laughs>、ね、むしろなんかこっちもじゃあなんだろうちょっと <laughs> みたいな感じあの なんかちょっと気を引かそうとしてますよねあそ,うそうですそうな感じがしましたな,なんかそんな感じな。感じるかなですよね <laughs> ま,あまあ一応なんかそう言われるとあの正論で突かれると <laughs> <laughs> 何も出てこないっていうねもうグーのも、ね、出ないって <laughs> まあも仕方がないなっていうこれってなんかクズ 男を演じてるから選んでもらって素直に喜べるところでもないし俺も選んでもらったけどイエーイって言ってもちょっとどうなのみたいなっ難しいラインなんだけどでもんか若干悔しいなっていう気持ちはありますよ多少はねメールだからなメールってちょっとこれちょっと会話だとまたちょっとニュアンスが変わるのかなと思うんだけどそうだねでもなんかやっぱあれだろうねんだろう どううすんのかななな今後ねなんだろうな発展が早いさ発展っていうかまあ進展が早いさね1日でここまでの距離が縮まってでまさか女性から誘われたっていう展開がねもうどん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 「ドラゴンボール」みたいにねどん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 スーパーサイからいろんなものになっていくみたいなねそんなニュアンスさねってなった場合に男ってどうすんだろうみたいなまあ一応彼女いるさねで。で 彼女いいるじゃなですかでも展開が早いからでもなんか一気に好きになりすぎてるけどでもやっぱ頭の中で彼女いるからすぐは転がりきれないはずって思う反面逆に一気に好きになったから好きの度合いがもう自分でコントロールできないぐらい好きになってしまっていなよねでちょっとなんか我を見失って彼女を振ってそのまま行くパターン。 <か> <laughs> どうなんだろうっていうね実際その状況に侵されるとどういうふうになっていくのかなってちょっと思ったんですけどうん,、うん、うーんですよね <laughs> 本当にどうなんだろうなと思ってうだろう、ね、でも,もうこれ多分踏みはもう一歩足踏み出した時点でこの展開になっていったらもしかしたら自分も追いつかない間に巻き込まれていくかもしれない、ね。そうだよね,ね で後からちょっと一瞬冷めて「うん、あどうしようどうしよう」みたいな「うん、<laughs> やばいやばい」みたいない多分行った後ちょっと何かしら、うん、いろんな後悔は多分。 うん、まあ彼女に対してのとかね,ねも,もちろん第一章で彼女大好きでしょ、うんうん、そうそうそうもう「好き好き」がめっちゃ出てたさ<笑><笑>今ちょっとおかしくなってるけど<笑><笑>どこに行ったんだろうなみたいな、うん、彼女が全然出てこないからあれ <laughs> みたいなね俺もウソつくのんがん不思議なんだけど <laughs> こいつ彼女いるよなみたいなね多分ずっと天秤があるよねあまあ天秤あるね罪悪感と、うん、でも今の頃明美さんに対する思いとみたいなうん、うん 実際この感じで犯されるとどうなやって走るのかなと思ってでもなんか店長的にはもう我を見失ってそのまま別れを告げてこの女性に行くかなって思う今の段階ではそこまで踏み出さんかななんだろうな本腰入れてちょっと頑張ってみたいなっていう雰囲気である。それぐらい本気 にも,うもうあけみさん一本になるってことうんそう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 <ー>なんとなく自分でストーリー書いててそんなこと言ったらアホなんだけど <laughs>、まあ、なんとなくなんかこのシチュエーションだったら、うんうん、あなんかちょっと本腰入れて頑張りたいなって思う自分が出てくるだろうなみたいな、うん、あまだもうこの主人公はもう遊びたいとかっていう好奇心の意見をもう超えてる超えてる <laughs>、うん、もう真剣に奥さんにしたいっていう <laughs> あそこまで<笑><笑>まあそれは大あさ付き合いたいじゃなくてもう一あになりたいの、まあ付き合いたいだあ付き合いたいだあ なんかそんな感じかなみたいなねって思ったんですけどちょっと喋りすぎたからもう,ンングも,もういいよなもういいねじゃあえっとエンディングなんですけどえっと一応まあこのメールを打ってで実際まあ明みさんからちょっといい反応のメールが入ってきてでまあその日まあこの次の日なんですけど。 また実際ねちゃんと顔を合わして話しようみたいな展開の中から何かちょっとつまんでいこうかなっていうシチュエーションをね<ー>そんな感じでやろうかな、うん、来週はどオッケーいや多分時間的にもうあんまないっすよね。<laughs> あんましゃべらんほうがいいからって変な無駄な話これなんか春にやるコーナーかって思うよなちょっとどてくいよな逆行してるな逆行してるなもうちょっと引っ張りたいまだ季節でいつかって言われたら分からないですねこれこの感じでもなんか冬が似合いそうかな俺は俺はよなんとなく冬が似合いそうかなって思うこの感じだと春はちょっと違うかなって思いながらもねでももうこの 本人は頭の中もう春だからねそうだよねでしょもう完全にパーンって鼻咲いてるよねそんな感じだよねスキップしてそうだもんねバカだね男ってバカっぷりを発揮してるなって思うんですけどもうしばらくだけちょっとねリスナーさんも付き合ってもらおうかな、はいうね、みたいなねこのバカっぷりをね、はいはい、いつかそういう男に出くわすかもしれないよ、ね、そうだね,ね世の女性は <laughs> <laughs> だからそれでまあ、ねはい、ちょっと参考程度に聞いてもらえればなみたいなねはい、はい、えっとじゃあこれで締めましょうかはいたまにはね、はい、時間通りはいじゃあ締めのご挨拶をお願いしますはいはい今日もありがとうございましたまた来週 <laughs> ありがとうございました <laughs> 今日今回ちゃんと言ってみました。<laughs> <laughs>